予備役商工訓練家庭研修士官。予備役商工訓練家庭研修士官、通称、以下、SMP、サイモルテイニアスメンバーシッププログラムは、アメリカ陸軍の予備役商工訓練家庭、通称、ROTG の3年生及び4年生が、地元の予備役部隊あるは周辺に研修士官として、同時に所属すること。あくまでオプションで義務ではないが、 大学の ROTC のみに所属して、奨学金を受け取るよりも金銭面での利益が大きく、また卒業、任官前に実際の舞台で経験を積めるため人気は高い。い一般に ROTC は学費を全額支給してくれるという話がまかり通っているがこれは厳密には正しくない。例えば大学に設置された ROTC が主催する軍事学、軍事科学、 ミラターサイアンスのクラスは1年、2年のクラスに限り、その大学の学生ならば、外国人留学生を含めて、誰でも受講することができる。しかし普通の学生が受講する場合には、学費の支給は得られず、それどころか普通のクラスと同様に受講料を大学に支払わなければならない。一般に、ROTC から何らかの形で学費の援助を受けるには、 軍と契約を交わさなければならない。軍と契約しており、かつ、ROTC に所属していれば何種類かの奨学金の選択肢が与えられ、ほとんどの場合学費は100%カバーされるようになるというのが正しい。アメリカの大学生の間でよく言われている、ROTC が出してくれる学費というのは、いわゆる米国陸軍奨学金、ARMYS ーーカラーシップのことで、これは、 大学卒業後最低8年、現役、または予備役として、陸軍将校として勤務することを条件に、年間9000ドル、あるいは、学費の100%を上限とした援助つまり、学費が年間9000ドル以内の大学ならば、全額支給、それ以上ならば9000ドルまで支給される制度のことで、ある。上述した、軍事科学のクラスの受講はこの陸軍奨学金を得る。 ための必要条件ではあるが十分条件ではない。ここでは詳しく述べないが、米国陸軍奨学金と軍事科学のクラスは全くの別物であり、クラスを受講しているからといって、自動的に学費が支給されるわけではなく、実際は様々な過程、選択肢がある。SMP は、この米国陸軍奨学金や、卒業後に修兵あるいは予備役となる GRFD と並び、 士官候補生、カデットたちが選ぶ選択肢の一つである。三年時に SMP を選択した場合、米国陸軍奨学金を得ることはできない。その代わりに、陸軍予備役部門、州兵衛部門 GI ビル、及び州によっては、州政府からの学費援助を受けることとなる。ほとんどの場合、こちらの方が実際に受け取る金額が多くなる。また実際の部隊で指揮を取る証拠。 また、歌手官や兵卒たちのいる環境で経験を積む、ことで卒業後スムーズに任務に就くことができ。SMP を選択した、士官候補生の階級故障は、カデット、CDT あるいは書類上は CSR が用いられる。給与等級は O でも E でもない Q が与えられ、制服につけられる階級賞は、丸一つ。士官らと同様に、サー、マームと呼ばれ、歌手官。 兵卒から敬礼を受けるる身分となるアメリカ軍人には全員 CAC あるいは CAC カードと呼ばれる身分証明が支給されるが陸軍 ROTC のカデットにはこの CAC は発行されず代わりにカデット専用の身分証明書が発行される基地の出入り施設の利用などは通常の軍人と同様に可能ちなみにロークの ミッドシップマンには CAC が発行される。戦地以外では、基本的にアメリカ軍将校に食事は支給されないのだが、この SMP カデットも同様に食事の支給はされない。SMP は3年生以上ならば、誰でも選択できるわけではなく、いくつかの条件がある。実際に受け取る奨学金の額は、米国陸軍奨学金よりも多くなり、融通が効く。 具体的に二千八年度の数字を挙げると、米国陸軍奨学金は年間九千ドル、あるいは学費の百パーセントが上限、年間学費が九百ドル以下だとその金額が学校に支払われるのみ。SMP だと陸軍奨学金は受け取れないがその代わり年間四千五百ドルの予備役奨学金が受け取れ、それに加えて福音兵奨学金、ムゲビルチャプター1606が 月々、約300ドル。そして、SMP カデットの福音閉賞学金に付随する SMP キッカーが、約350ドルで、月額計650ドル。1年に10ヶ月学校に、通うとすれば、年間で6500ドル。先の予備役賞学金の4500ドルと合わせて、合計1万1000ドルが年間の上限となる。しかも、 福音兵奨学金及びキッカーは学費による上限がつかないため、学費の代償に関わらず同じ金額が受け取れる。例えば年間学費が8500ドルの学生が、米国陸軍奨学金を受け取った場合、8500ドル9000ドルのため、この8500ドルが直接学校に振り込まれるのみで、手元には何も残らない。しかし、SMP だと1万000ドルから、 学費の8500ドルを差し引いた2500ドルが手元に残る。予備役、周兵では ROTC にない家程、例えば重機、装甲車の運転などの訓練は受けられる。SMP の機関は予備役兵として引退までの勤務年数に加算される、ため引退までの道のりが稼げ、またこの勤務年数は昇進、給与の際有利に働く。予備役、 周兵で、毎月訓練を受けるたびに、E-5、あるいはそれ以上の給与等級の給料が支払われる。SMP カデットは在学中は、基本的に招集されない。カデットが所属する、予備役、周兵に招集令がかかってもカデットは地元に残り、勉学を続けることができる。欠点らしい欠点はないが、あえてあげれば予備役部隊。 周辺の歌詞館はこのカデットを煙りたがる傾向にある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。